はい、今日も来ましたこの戦場ということで、どうもこんばんちは、杉谷です。はい、今日もね、バカ抜けない日常をやっていきたいと思います。はい、ということでね、今回ですね、実は皆さん、私、杉谷、喉をやっております。はいすごくね、喉が痛い、なのでね、あんまり大きい声出せません、ごめんなさい。はい、体調管理しっかりね、しないといけないので、さあ、私を狙い君たち近づいたら撃てるかな。おお、そうきたか。なんかガードからのビームゲロビと言いましょうか。いや、なんか流行ってるのかな最近。よいしょ、ナイス、素晴らしい、チアもらえず、あー、きそうで来るね。これはチート回復しつつ、こっちから来るのか。じゃあ上取っとこう、上取っとけばね。この近くで当たんないんだよね。おおどれ追加で見たいと思います。8番機なんだっけな、違う、決めた。おー、できた。ふぅ、いいね、今のタッチよかった。やべ、せぇはははは。痛い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 、集中砲火だよ、せっかん。さあ、もう勝ったね、これ。あ、あの機体の人のが当たったのか。まあ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 、いいでしょう。まあ、これは、いや、一気起こす気持ちでいかないとね。よし最後はね、撃つのを待ってました、あの方が。でも撃ってこなかったね。よし、勝利。はい、ということでね、なんとか勝てました。なんかね、パッとしない試合だったな。まあ、とりあえず成績の方を見ていきましょうか。はい、ドンと
おー、アシストなかなか取った感じですね。まあまあまあ、アシストはね、結構私好きなんでね。まあいいんじゃないかな。はい、ということでご視聴ありがとうございました。はい。皆さんね、体調にはお気をつけてくださいね。この時期、雨とか急に降って体温がね、下がったりとかよくありますので、はい、うがい手洗いしっかりしましょう。はい。ちゃんとしないとね、私みたいに喉が急に痛くなりますのでね、喋るのが辛くなりますので、お気をつけてください。ということでご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良ければ、いいねボタン。はい。悪ければ、バッドボタン。それからチャンネル登録、ツイッターフォロー等よろしくお願いいたします。ということでご視聴ありがとうございました。ではまた次の戦場でお会いしましょう。See you again! バイバイ。